です今日も一日ノンのリミット外してワクワクだらけでいきましょう昨日に引き続き不イクですいませんいや今日はさあ足立スクールの料金未納者に次ぐっていう <laughs> てことをしゃべりだしたんだけどいやまあスクールいろいろやらさせてもらってますそして、えー、高い価値を提供するので、えー、高い授業料頂い,いてますありがとうございます、えー、でねあの 授業料がどう払われてるのかとかどうなってるのかとか俺は全然知らずに全部事務局がやってくれてるんだけどだから別にそんなことで気にしてなかったんだけどこの間に事務局から久々に「あいさんちょっとこの講座なんですけど代金未納の方がこんだけいて」みたいなこのくらいいてみたいな,なんか資料を見せてもらって愕然としたんだよねあの数名なんだけど全然金払ってないしてるのね講座に申し込んで授業も出て価値提供して添削もして全部やってやってんのに。 体全然しての、ね、すごいよねすごい神経だよねああいやーまあ別によくないけどよくないけどいいんだけど別にあのね何が言いたいかというとあの何つった言うのかな「あのスクールやりますよ」っつって「まあまあよし私スクール入ります頑張ります」っつって入って頂い,いてでまあ半年とか1年とかかけてこうやるじゃん。で あの、まあ、今日もありがとうございました」っと,とか「よし一緒にやろうぜ」みたいな「懇親会行っても乾杯頑張ろうぜ」みたいなことをやってなんかものすごくこうがん一緒に頑張れたなと思った人が貼ってみたらその人が「え全然笑ってねえじゃんかね」みたいなすごいよね。 あとびっくりしたのが、例えば半年の講座だったら、あの最初入るときにさ、一括で払うのは大変だから、例えば12分割とかするとすんじゃんそうすると12分割として、半年間スクールがあったとして、6回まで払って、スクールが終わったら7回目以降払わねえみたいな人が案外いるんだよ。すごいよね。なんか俺、的には人間としての品性を疑うんだけどな。でも いいいよ、別に。いやこの動画は別に払ってくださいなんてことを言おうと思って撮り始めたんじゃなくてそういう品性の人は絶対に痛い目に遭うよねどっかで地獄に落ちるよ地獄に落ちるよ言っちゃいけねえかそういう根性で生きていたら絶対にどっかで失敗するよねどっかでっていうからもう失敗するよつまりうかその前に成功しねえよなんかさ よし全、全6回の講座だから12分割しといて最初の6回だけ払っとけあとの6回はバックレられるみたいなさ <laughs> さらにすごいのはその前に言ったさ「ありがとうございます」とか来てたくせに「いや、1回も払ってねえのこの人」みたいな「あれあんな仲良くしてたじゃん」みたいなすごいよねああそういう生き方はやめようよね いやまあこれを聞いてらっしゃるあなた大丈夫だと思いますけれどもいやでも誰の心の中に俺の心の中にもそういうのがチラッと芽生える時あるじゃんあこれちょっとこうやってごまかしたら得だなみたいなそれをやっちゃダメだよね自分がダメになるよ、うん、ああここはちょっと今足立君いいこと言ったあのここちょっとごまかしたら得しちゃうなちょっとここあのルール無視して悪いことしたら 得しちゃうなみたいなのがチラッと思いつくことって誰でもあると思うんだけどやっぱそれはダメだよ絶対に万が一バレなくてそこで得できたとしても神様が見ている神様が見てるって言い方は俺別に神は信じてねえけど絶対にそういう生き方でしていたらもっと大きな罰が与えられる絶対にそう絶対にそうだよねと思うんだあとは前もさそれもまあ一回俺ちょっと ちょ,ちょっとだけガチンときて喋ったことあるんだけど昔さとあるスクールにの,の説明会にいらしてさ「たしさんやりましょう入りますよ」っつって「よしやろうぜ」っつってであのでもたしさんが持ってる何とかのテンプレートがあさってプレゼンテーションなのでどうしても必要なんです僕も申し込んで申し込んだんで明日そのテンプレートを特別に僕に送ってくださいっていう人がいたんだよ。で いやーでもそれはお約束約束上さ第1回の講座が始まった時に使うテンプレートだから講座に来た時に渡せようっつったのにいやもう本当に申し訳ないあさっての何とかにどうしてもそれが役に立つって僕分かってるんで明日そのフォーマットを、あのー、送ってくださいって言うのよでまあ申し込んだんだからいいかなと思ってで、えー、その人に送ったら案の定そいつ結局金払わずにスクール入ってねえんだよ俺のテンプレートだけただ持ちにげだよ。 別にいいけど、別にいいけど。でも、絶対にその人は成功しないよ。100%成功しないよ。そんなことばっかりやってんでしょ、あっちこっちで。そんな風な生き方をしてる人間が成功するわけないじゃん。ね。それ気をつけていこう。いや、俺もね、自分にももちろん生き返してんだけど、なんとなくもう50年以上生きてくると分かって、正しく生きてるかどうかなんだよ。あのもちろん成功するためのノウハウとかスキルとかはあるよ。 でもそれももちろん大事だけどそんなこと以前にもう大前提人間として正しく生きてるかだよ自分にも生きかしてるうんそこのベースだよね成功成功とかなんとかメソッドを学んでなんていうのはね極論すると自分でも教えてるけどどうでもいい話あなたの心がまっすぐ正直に正しく生きてるかだよそれで行こうね えー、まあそんな感じかな。うん、あの、正しく生きよう。神様に恥ずかしくなく生きよう。って思います。あい改めて。うん。えー、みたいなことでございます。えー、頑張っていきましょう。ね。正直に正しく生きよう。自分に向かした。うん。私たしたでした。